12月11日の日曜日、時刻は午後3時です。本日のパーソナリティは、私、久木原由衣と、前城隆弘と、私、比嘉浩平でお送りしたいと思います。はい、イェイイェイ、お願いします。お願いします。何声聞いてわかる通り、風邪気味で、痰が絡んでます。知らん。それは体操を聞き取りづらい放送をお送りしますが、ご了承ください。日頃からなんか声量でこんなにいじられてるのに、風邪でさらにマイナス足すの。定期的にうんって言うから、あと絡んでるな、うんってやるから、はた迷惑。じゃあお前たちが頑張ってくれよ。俺らが頑張ってもタカが知れてるから。そうそう、タカを知らせて、私たちにタカを知らせて、知らないタカを教えてくれと。何の話だよ。はい、いいよ、もう今日デートしてきた話を教えて。そう、今日このラジオが始まる前に、ANA クラウンプラザっていう那覇の方にあるホテルでですね、この浩平くんと一緒にご飯食べに行ったんですけど、まあ、いわゆるデートってやつですね。そう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 、なんか高級ランチデートしてきたんですよ。そう、なんか高級っていうのがなんか重要。本当になんか自分結構行き慣れてるんですけど、なんかいろんなところ食べに行くの好きだから、ホテルのバイキングとか結構行くんですけど、本当になんかホテルマンの人が車を移動しときますからみたいな感じのガチだったから、浩平くんの車移動されちゃったの、ホテル前に。浩平くんが、あっちの頭から突っ込んでください。浩平くんに関しては、あ、ご飯食いに来るんだみたいな、なんかそんなに長く止めないでしょみたいな感じの近場に止めてもらったんだけど、なんか中入るじゃん、なんかおごそかな雰囲気じゃないけど、無駄話しちゃダメみたいな、あ、ちょっとなんか図書館みたいな、そう、変な話できないなみたいな雰囲気が、そう、ゴージャス、ゴージャス&エレガントみたいな、そうそうそう、ちょっとエレガントな話題しなきゃなみたいな、うん、俺ら流大ってバレたら殺されないかなみたいな感じの、本当になんで流大がエレガントじゃないみたいな言い方なんだよ。なんか所詮男子大学生でしょみたいな感じの、あれないかなみたいなね、男子大学生がホテルの高いランチ食いに来たぞみたいな、そうそうそう、あそこでリュック背負ってる人とかいないからね。そうそう、浩平くんいつものリュックで来て、自分肩下げ可愛い感じの。2人ともだいぶ服装ラフだもんね、いつもの通りって感じ、いつもの結構ポップな感じでいたんですけど、なんかドレスみたいな、いたの、ドレスいたよね、うーわ、いたいた、やっべ、すごい。それはだいぶ浮いて心がなんか辛いことになる。なんかメニューもさ、なんとかピラフなんとか風みたいな、なんか、読めないカタカナみたいな感じの。俺このカタカナの並びが初めましてですみたいな感じのしかなくて、そのカタカナから料理名全然想像できねえみたいなのがいっぱいあったのね。そうそうそう、俺知ってる名前レモンしかねえよ。レモン風味しか味わかんねえみたいな感じの、本当にね、そんぐらいのちょっと本格的なレストランに行ってきたんですけど、そのせいでバイキングだったのに浩平くんが緊張のあまり全然食べれなくて、あっちゃー、なんか美味しいのかまずいのか分かんない。味わかんねえみたいな。自分は割とうめえって言いながら食べてたけど、ごめんタカピー言っとくね、緊張のあまり食べられないって言うから。ごめん、なんかちょっと浩平くんにはまだ早かったね。そうそうそう、まだ早かった。だからまたなんか機会があればもうちょっと気軽な感じのね、気軽なね、感じでデートします。またデートして、はい、また行くんで、同じ学科デートでしてくるんで、ちょっとそういうわけで、じゃあここで事務連絡です。どこでどこでいいよ、ここでだよ、はい、入れな。はい、私たち琉球大学放送クラブは Twitter、Facebook、ホームページしてます、はい、でホームページの方ではラブラジとは違ったラブチクっていうラジオをやっておりまして、そちらの方もぜひ聞いていただければなと思います、で放送クラブの方では司会イベント MC の方も募集してまして、そちらのご依頼ですとかこの番組のご感想などは、メールアドレス studiorub@gmail.com studiorub@gmail.com の方でお待ちしております。はいはい、はい、終わった、終わった。じゃあこれから1時間そう、よろしくお願いします、お願いします。不安不安感じないでよ。
はい、ということでやっていきますやっていきますね、やっていきましょうね、やってきたんですけどっていうことでまたやっていきましょう、はい、とりあえず5分やったんですけど、はい、今回のトークが先週が何大学の話、軽くなんか推薦入試の時期だねみたいな話だから、あ、なんか受験の際に、うん、受験生がどうたらこうたら聞いてないのがバレてしまう、いや受験のなんかストレス解消法とかそんなじゃなかった、うん、なんかね、うん、緊張しない方法とかみたいな対策方法だったから、うんうん、で私たちは受験生に夢を与えようってこと で大学いるけどどんなみたいな話をしようかなって俺たちの大学生活の話をするよこんななんかねこんななんかねこんななんかねって何よ、なんかねもうなんか大体バレるよね、何がウェイドがまあまあなんかこのパーソナリティちょっと難があるんだけど、うんうん、学科とそこまで強く馴染めてないっていうか、そう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 、なんか個人で楽しんでるところあるから、うん、なんか団体としてウェーみたいな、なんか大学生活ウェーみたいな感じの、なんか パーティーイェーみたいな感じの、うん、なんか人物を求めてるんだから、そうもしさこうなんか大学入って、うん、学科のみんなと超仲良く、うん、なんかビーチパーティーイェーみたいなのを想像してたらそんな話一切しないから、そ, うそれに関してはごめん無理しないからお願いね。行ったことない。ミキさん笑いすぎだと。ね、楽しいことをしてると思うんだけど行ったことはないから。してるよ実際なんか。うちの学科もしてるよ。俺らの学科合コンとかしてるらしいけど。うん、そうそう合コンしてるらしいよ。やってるよっていう、うん、なんか伝聞。そうそうそう。やってるらしい。学科ラインでなんかもうすぐビーチパーティーとかペンション泊まるよみたいな入ってくるけど俺は参加しないみたいな。そうそうそう。そんな3人の話だよ。いやまあまあね、でもどうですか学部学科の方、そんな感じでなんか馴染んでないみたいな言ってるけど、うん、楽しんでます？あのね、私が観光産業科学部の産業経営学科に所属してるんですけど、うん、2人ともさ、理学部の数理科科、そうだね、数理科学科っていうなんか名前から何してるか割と想像つく学科にはいるじゃん、うん、一応数学してるんだなみたいな、うんうん、でも私は正直ちょっといろいろあってノリで沖縄に来てノリでこの学科に入ってるから、なんか最初なんか断片だ聞いたらウェイみたいな違う違うんだ、センター終わりのノリなんだあ、センター終わりで入れる大学どこかな、あっしゃ龍大みたいなことでしょ、みたいな、そう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 できたんだけど、うん、最初観光産業科学部っつってて、もともと観光の勉強したかったわけ、うんうん、まあその理由が本当に簡単な、高校生の時に自分何好きかな、うん、旅行かってなって、うんうんうん、じゃあその好きなもの仕事にできたら面白いかなと思って観光学科に入ったんだけど、はいはい、そのセンターをさ提出する時にさ、うん、そこまで全然龍大のこと考えてなかったから、うん、初めて要項を見た瞬間に、うんうん、産業、観光産業科学部って観光してる学科と、うん、私が所属してる産業経営ってあるんだけど、うんうん、観光してる学科応募できないセンターの科目選択をしてまして、はい、あ、産業経営一択じゃんつって。え、何？一択？やらかしちゃったバカの話？そう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 。ねえ、あ、うん、まあでも観光産業科学部の中なんだから、それっぽいことも少しはするだろうって思って入ってたわけ。うん、そしたら全然してなくって。観光は別に学んでるわけではないと。そう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 、はいはいはい、もう一個の学科の方が観光色強いから、うん、私たちはそんなでもないみたいな感じで、どっちかというと経営みたいなのが強くって。経営、会社経営みたいな。そうそう、そうそう、だから会社立ち上げたいみたいな子もいて、わ、うん、意識だけみたいな。まあ、会社立てたいってなかなか言えることじゃないからね。ね、すごいよね、うん。結構そんな子がいっぱいいて、そういう子たちで、なんか勉強会とか開いたりしてるぐらい意識高い子が多いんだけど、うん、私はそんな中で、うん、うちの学科のやってることが、経営とマーケティングと会計学なわけ。で、はいはい、経営とマーケティングに私は少しも興味が持てなかったんだけど、うん、会計学に初めて大学に入ってから出会って、うんうん、それがすごい面白かったわけ、自分の中で。そうそうそう、はいはい、なんだろう、私が今学んでる範囲で言えることは、うん、企業がさ財務諸表っていうのを出すじゃんか、自分の財政状態の成績表みたいなの、あ、お金こんな感じですわ、うん、みたいな、そう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 、うんうん、あれを作るためのルールみたいなとか基礎原理とか、うん、なんでそういう計算方法で出してるのかみたいな、うん、そういうのを学んでる学科なのよ、あ、学科、成績表の付け方を学んでる、そう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 、なんでこういう方法で計算してるのみたいな、うんうん、で、だからそれがすごい面白くてさ、自分の中で、へー、はい、うんうんうん、あ、そういうルール、へーへーみたいななんか数学っぽいですね、そんなことない、あ、確かにちょっと数学っぽいかも、まあ計算をすべて電卓がしてくれるんだけど、あ、はい、はい、あ、電卓ね、電卓は必需品、うん、ここで、質問が届いておりますので、嘘だ、紹介したいと思います、うん、あ、本当だ、大学生だぞウェイ
どんな感じの生活ですか。つまりあの大学生活ウェイと一般的に皆さんが言うような生活とはどういう生活なのかを聞きたい人がいらっしゃるようですね。それに関しては俺数理科としていろいろ語れるから、ああ、数理科の時は任せて。ウェイでしょ。数理科がウェイの学科なのよ。そうです。なんかウェイって言うとなんか伝わらないかもしれないからあれだけど、簡単に言うとなんか楽しいからなんか みんなでやっていこうぜみたいな、うん、なんていうの、うんうん、アメリカ人のパーティーみたいな映画であるじゃん、うん、あれあれわかるわかるわかる、ダンシング・イン・ザ・ナイトしてるの。なんか今日金曜日だな、学校終わったぜ、みんなでクラブ行かねみたいな感じのアメリカ映画あるじゃん。シャブ決めちゃう感じじゃないんですか。そこまで悪いことしないんだけど。しないです。シャブ決めたら、ね、やめてください。しないです。ちょっと数理化に失礼だからちょっとやめてください。別に犯罪者に仕立てるつもりはないから仕立てるつもりはない。ただウェイなだけだ。そうそう、そういう感じのパーティー大好き人間みたいなのが、うん、私たちがパーリーピーポーウェイって言ってるんですけど、うんうん、数理化で言うと最近は何かな、夜中に泊まってみんなで勉強したりもするんですよ、うん、学科で、うんうんうん、なんか来週テストだねだから今週ずっと学校にお泊まりしようぜみたいな、うん、真面目な真面目な一面もね。そうそうそう、本当にだから今週ずっとだから今週の火曜日にテストがあるんですけど、それの対策のために先週の木曜日から学校泊まり続けるみたいなのとか、うん、でテスト終わったからみんなでなんか名護の方の岬に行って景色見ねえみたいなのを夜中に送ってきて、本当に夜中送った1時間後に集合してみんなで行くみたいな、このノリとテンションで生きてるっていうか、うんね、そういう だいぶウェイやね。そうそうそう、うちも割とどっちかっていうとそっち寄りっていうか、なんかこう見た目が派手派手しい方たちがたくさん集まってるんだけど、うん、そこまでノリで生きてない。なんか一限が8時半から始まるとするじゃん、うんうん、で6時ぐらいに今から名護行って岬見に行って叫んで帰ってこねみたいな、で片道1時間以上かかるから、うん、6時から出たら絶対間に合わない、間に合わない1時限目に、うん、ただ、うん、そんな未来のことは考えないけど俺らは海で叫びたいみたいな人たちのどうしよう、数理化わかんないでも本当に真面目な人たちなんだよ、うん、真面目なのは確かに真面目なの本当に。だからみんなでここのわかんないところ教えた、うん、あったり、うんうんうん、ここの定理はどうしてできるのみたいな感じ で支え合ったりはしてくれるんだけど、うんうん、そういう何だろう、勉強以外のことになるとなんか急にウェイクラブのノリが出てくるっていう、アホって勉強はすごい真面目にやって押し合いっこもしてるけど、それじゃなくなった瞬間の、うん、なんか自由奔放度が半端ないのね。そう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 、やばい、ね、やってる授業は本当に難しいし、うん、数理科話聞いてる感じ全然難しい、なんか入ってくるのが医学部の次に難しい学部からしくて、なんか詳しく、うんうん、なんかあれなんだけど、うん、いろんな人から言われるんだけど、うんうん、理学部の数理科って本当に入るの難しいよねみたいな、でやってることもようわからない次元じゃないですか。いや、ようわからないね。なんか自分たちも学びながらなんでこれを解いてるんだみたいなのをやってるんだけど、うんうん、なんか阿弥陀仁を数学的に考えるとかうん、たまにあるよね、楽しくねみたいなそう全然楽しくない、俺はこれをしにここに来たんじゃないみたいな、うん、あのもあるから、そうそう、本当なんかパーソナリティさんは何年生ですか、先輩もウェイなんですかみたいな質問あるんですけど、全員2年生ですね、全員2年生でもう先輩後輩も持ってるんですが、うん、私どっちかっていうと静かに行きたいというか、あんまり団体行動が得意じゃなくて、こんなことを言うのもなんですけど、すいません、3人とも先輩とのつながりがないです。そうだから先輩とつながりがないんだけど、ないね、学科の先輩とのつながりはないです。確実に先輩はウェイだよ、わかる、多分先輩ウェイだと思う、うん、なんか1年生と3年生が飲み会するみたいになるじゃん、うん、そしたら2年次も4年次も来ようぜみたいな感じになって、結局学年で飲み会する、うん、全部いるみたいな、そうそうそう、だから本当に上下関係はある程度あるけど、うん、みんな仲良く一緒に飲み会、ボーリング、ビリヤードみたいなのをやる人たち、うんうん、そもそもねうちの学科がさ、うん、結構最近にできたとこで、うん、だからつながり作りにくいわけ、みんな学科室あるでしょ、あ、はいはい、ない学科室ないんじゃない、ないの、数理科はないあ、そうなんだ、うちもないの、なんかなんかね、なんかないよね、先輩と触れ合う機会がそもそもそんなになくって、うん、うんうん、だからゼミとかぐらいじゃん、俺らはなんか飲み会で会うから、飲み会で会うらしいから、飲み会行かねえからな、飲み会が学科室だから、そうそうそう、飲み会が学科室って何、なんか理学部って物理とか、そう、科学系とか、生物とか科学の専攻とかもあるんですよ、やっぱり理科だから、うん、理科数学だから、そこの
学科室はあるの、なんか リフレッシュルームみたいな、なんか休憩室みたいな、マッサージチェアみたいなのがあって、あったり机と椅子があってクーラーついてる。理学部マッサージチェアあんの？ある、あれなんかないんじゃない、マッサージチェアじゃなかったっけ、違ったっけ、多分なんか椅子は普通にある、すごい上等な椅子があって、へそれを物理専門とか、うん、生物専門みたいな感じで、うん、それぞれで部屋あるんだけど、うん、数理科のやつない。なんか、ないのか。ないんだけど。悲しみだね。変、めっちゃ意味わからないスペースにファミコンみたいなのが置かれてて、ああ、そう、なんか、そう、廊下の途中の、廊下の途中の、なんか、雑誌とか、うん、なんか、多分置いておく用のスペースなんだろうな、うん、なんかエレベーターみたいなところに、うん、なんかファミコン置いて、うん、ファミコンと漫画とかなんか大量にあってテレビ画面がないとファミコンはできない、テレビもある、テレビあるんだ、うん、自分一回行ったことがあるんだけど、うん、流しそうめんパーティーしてた、うん、は？え？室内で？室内で、すげえ、すごいよ、だから本当に、うん、なんか後輩を思う気持ちがあるっていうか、うんうん、熱いよ、なんか人情っていうの、この後輩先輩のつながり、私たちが冷たいという話か、違う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 、その人情に行かない私チーム白状やめて、違うよ、なんかでも俺らサークルに来てるとこあるじゃん、そうなのよね、なんか今まで学部学科の話してたけど、うん、学部学科じゃなくて俺らどっちかっていうと、うん、放送サークルに、そのさ、なんか学科でね、つながりのないお前たち何してんだって思うかもしれないんだけど、だいたいサークル等にいます、そう、なんかここのさっきから話してる数理科の人たちはサークル入ってないで学科でつながりがあるわけ、うん、そうそうそう、自分らはサークル入ってサークルでつながりがあるから学科はいいんだみたいな、学科に行けてないってだけで、うん、別にそんなあれだよ、喧嘩してるわけではないよ、喧嘩はしてない、そうそうそう、生きる世界が違うだけだもん、そうそう、だからサークルのみんなと一緒に映像を作ったり、うんうん、そういうなんかちょっとそういうサークルとして社会人と関わりながらみたいな、うん、大学生活をしているから、うん、結局大学はいろんな人がいていろんな組織がいるから、うん、己に合う場所を見つけなさいえ、何それえ、それがオチ？オチ？え、これはまとめ？いや、このなんか、え、この方の質問は全然関係なかったけど、うん、なんだろう、うん、私たちみたいな人間から言えることはそれだっていう話だよ、あ、まあ、ウェイの気持ちはウェイじゃないから伝えられないけど、そうそうそう、ちなみにそう、さっき私が言おうとしてた話のオチは、うん、全然何も考えなくて大学行っても楽しいものに出会えるよってこと、あ、そっか、だって何するか分かんなかった、うん、そうそうそう、でも楽しいものが見つけれたよって、で入ったけど会計っていう新しいものを見つけたわけだもんね、うんうん、そんな感じだよ大学なんて、だから今こうね、うん、頑張ってなんか選んで、周りがさ、うん、私これ絶対やるんだみたいな強い気持ちで、うん、どこどこの大学のどこどこに行くみたいな子が周りにいる中で、うん、何しようって思ってる子がいても不安にならなくていいよ、うん、なんか見つかっていくもんだから生きてれば、まあ見つかった人だからね、そうそうそう、数理科何しに入った、何しにだろうね何しにだろうね俺クエスチョンなの、何しにだろうね数理科どうして、なんで数理科入ったか分かんなくなるのやめて、高校の頃は好きだったね、今はそんなに好きじゃないなみたいな、なんかよく分かんないことやってんなこいつらみたいな一言、まあまあまあ何やってるか分かんないよ、より一層難しいことやってるもんね、高校の時はね割と好きだったんだよ、うん、嫌いになったわけじゃないよ嫌いになったわけじゃないけど、分からない世界に入りつつあるから、まあこんなことをするところとはちょっと思いませんでしたねみたいな、なんか違ったり、ちょっとイメージと違いましたみたいな、んゼミある、ゼミもある、あるある、なんか分野違うの、2人がやりたい分野、数学の中での何やりたい、まあそんなに考えない、自分もゼミ全然考えてないけど、うん、強いて言うなら確率とかがちょっと好きだし、微積分とかが好きだから、そういうのを今勉強しながら、うんうん、あ、これハマるわみたいなのをやるかな、うんうん、数学のハマるっていうのがあるんですよ自分の中で、うんうん、あ、これそういうことみたいな、あ、ピコーンってピコーンみたいな、解けた瞬間のなんかスッキリみたいな、うん、理学部数理科学科の数学ってイプシロンデルタ N X みたいなの使って、もう数字見たことないの本当に、数字は0しかないよね、で0とかなんか、そう、0と1しか使わんから、ほぼなんかもう理論の世界で生きてるみたいな、そう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 、だから実用性よりまず理論突き詰めてみたいな、なんか俺らが今無限の話するけど、うん、無限ってどういうことなんだろう、限りないって何みたいな哲学して、うん、じゃあ身近な数字にしてみようみたいな、うんうん、俺らが数えられる数字にしたら無限も分かってくるんじゃないかなみたいなのやるんだけど、あ、置き換えて、そう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 、うんうん、でそういうのをやりながら、なんで分からない世界を分かる世界に落とすんだみたいなのが最初の疑問なのね、うんうん、それをしながら、
うん、あ俺らに身近にするためにかみたいなになる瞬間があるの、うんうん、それのために今数学してるっていうか、うん、今わかんないけどわかんないのわかる、わからないことがわかる、そうそう、わからないことがわかるね、そうそう、そこまで落とさないと本当に死ぬ、うんうん、だってなんかすごい、うん、私最近さ、うん、ずっとタカピーに言ってるのが、うん、数学ファンタジーって言ってるんだけどそうそうそう、数理化やってることファンタジーだよねってずっと言ってるんだけど、空想世界に生きてるから、そうそうそう、紙の上で、うん、なんか理論的に出されたファンタジー世界って呼んでて、だから文系にはなんか身に迫ってこないからわからないっていう、そのファンタジー世界知らないってなるから文系はなんか あなた方のなんか数学の話が追いつかないわけ。あ、ずっとセイラさんが極限何あ、極限とかグラフとか数列みたいなね、そうそう、だんだんなんだっけ近づいてくる線、あ、全近線、そう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 、どんどん近くなる 線、あれいつかくっつくだろうってずっと言ってるけど、タカピはくっつかないようにできてるんだよ、いやでも迫ってたらいつかくっつくだろうってずっと言ってるわけ、そうそう、うん、このなんか何落とし込めないさ、うん、理論ではこうだからこうだってタカピたちはなれるけど、私たちは、うん、いや実際になんか見てないからわかんないみたいなファンタジー世界見てないからわかんないみたいな、だからあなたたちはファンタジーって何ってなってるじゃん、うんうん、そのファンタジー世界を現実に落とし込める、落とし込むのが俺らっていうか、うんうん、落とし込めないと俺らもわからない、そう、落とし込めないとわからない結局、うん、結局わかんないから、知らない知らねえって、そうそうそう、なんかグラフで例えばこの x イコール1には絶対ならないよみたいな線があるんだけど、うん、いやほぼほぼ1やん、今後あるやろみたいな感じになるのが文系の皆さん、うん、どっちかっていうと、うんうんうん、だからここまで近づいたんだよ 1.00001 だよみたいな、うん、来るやろ、うん、いやいやいや00000001があるんじゃんみたいな感じなのが、うんうん、そういうか、なんか俺たちは、うん、いやなんかもう小さかったら全て一緒じゃんみたいなお前その小ささ全て一緒じゃんみたいな世界で生きてるけど、なんかそっちはいやなんかそれよりさらに小さい世界がねこの世には存在してるんだってずっと言い続けてくる、うーん、いやないけど肉眼で見たら一緒やけどみたいな、これをさらに電子顕微鏡とかで見ながら疑うのが数理化だから、うん、もう疑いしかしないからさ、うん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 、なんかそういう感じですね、君たちのファンタジーが私たちに理解できるようにするのがきっと君たちのお仕事なんだなと思うよ、俺らの仕事は、うん、その何に使うのみたいなのを、うんうん、あ俺これ使いたいみたいな人に渡す仕事だから、うんうんうん、俺らだって使い方わかんないわかんねえの、多分よく使うのは物理とか科学か、そう物理科学工学部コンピューターとかがこういうの使ってくれるんだろうな、いっぱい数式なんか並んでるもんね、物理は数学わからないと絶対できない、物理これは本当に断言する、絶対できない、なんか物理学者には物理は難しすぎるっていう、え名言あるよ、物理学者にはだから物理学者がやるには数学理論が難しすぎるから、うん、これはもうもはや数学者がやる学問では あなたがそれを解き明かした上で俺がそれを活用してさらにみたいなこと、うん、違えの、物理学者がやるには数学レベルが高すぎるから、うんうん、だから本当に数学極めないと物理もできないわけよ、はあ、だからもうほぼほぼ彼らは数学してんの、なんだっけなんかさ、うんうん、あれでしょ、なんたらの大問題さ最近証明したのさ物理学者の人じゃなかったっけ、大問題、そうそう、ね、いっぱいあるけど数学の大問題、物理学者の人が超難しい問題とかって割と数学者が解くのもあるけど、うん、物理とか割と他の活用系する人が解いたりするから、うんうん、もっと昔に遡ってみたら数学者と物理学者がなんかこいつら数学も物理も両方やってるやんみたいな、そうそう、混同したりするから、哲学者、数学者、物理学者全部一緒みたいな、うん、なんか何でもやってるみたいな、うん、だから割といろいろ一緒に発展してきたみたいな、なんか言いかけておりませんでしたかミキサーさん何か言いかけてます、ミキサーの冷水です、はい、だからさっきの話をめっちゃわかりやすく言うと、うん、すっごい何か一つの問題があったとして、うん、その一つの問題を解決できるスーパーアイテムがあったとする、秘密道具みたいな、うん、でその秘密道具の使い方を知らないのが物理学者で、それを知ってるのが数理学者、ドラえもんと伸びたくない、なんかそれはなんか物理学者をバカにしないかってことでしょ、でもさっきの言葉、あでもなんか、うん、この秘密道具の使い方わかるみたいなのを聞いてるっていう節はあるよ、うん、物理学者はそれを考えたから数学者にもなった的なこともあるんじゃない、うんうん、だからそれを解き方わかった、その秘密道具の使い方を調べていることが、うん、もうそれは数学者、数学者と物理学者は表裏一体ってことでいいですか、ですね、まあそんな、まあ、まとめはそういうことですね、そうですね、まあはいまあはいまあはい、そうです、
そう、それでいいです。それでいいです。大学楽しいって分かってるこれ。だからみんな多分自分の好きなことを大学で突き詰めるの楽しいはずよ。うん。なんか割とやってたら意外と楽しくなってくるから。うん。なんか入ってみて楽しんでみようっていうことが大事じゃないかなと私は思います。しかもあれ共通の授業とか、うん、なんか他学部にも公開してる授業だったらさ、うん、うん、他の学部の授業も見れたりするから、うん、いろんなことに触れ合えるよ。うん。そんなわけで、うん、はい、1曲目の曲紹介お願いします。はい、はい、ですね、ちょっと今日流す曲はですね、うん、ザ・ビートルのストロベリーフィールズフォーエバーって曲なんですけど、ですね、12月8日この間の先日、うん、木曜日がですね、ジョン・レノンの命日だったということで、今日はこの曲流したいと思います。じゃあそれでは、ザ・ビートルズでストロベリーフィールズフォーエバーです。
イントロドン。え、何もう始まってる？始まってる。はい、イントロドーンってことで、今回のイントロドンは2週間後に迫るクリスマスに向けてクリスマスソングイントロを流していきたいと思います。はい、うん。クリスマスソングだよね。うん、ちょっとお詫び？お詫びはい。なんですけれども。はい、お詫びろ。基本的に音楽の間って、ツイキャスの方では音楽流せないので、著作権的なサムシングで、ツイキャス用のマイクっていうのがありまして、そこで、ね、小話みたいなのを流してたんですけど、ちょっとマイク上げれなくて、めっちゃ喋ってたのに、喋ってるだけの映像をお流ししてすみませんでした。割と真面目な話してたよね、珍しく裏話にしては。はい、真面目な議論を白熱させていたんですけど、俺、すっげえ久々になんか頭いい感じ出したよ。ちょっと高見の頭いい感じちょっと流れなかった、ごめんね。あ、でもみんな夢を抱いてるところあるからさ。高見は頭良くないっていう夢を抱いてる。違う、ポップで可愛い感じ。オッケー、行こうか。ポップで可愛く行こうか。じゃあはい、ってことでイントロドン今回は5曲ですか。うんとね、6曲ぐらい。6曲ぐらい。じゃあクリスマスソングを1秒3秒5秒ずつ流していくと。そうそうそう、はい、で最後にこの6曲の曲の中から次流したい曲を決めるんだよね。そうそう、2曲目お届けします。うん、ってことでもう早速始めても平気っすか。平気っすか。いいっすか、はい、オッケー。では1曲目いきます。イントロドン。あ、雪降ってそう。クリスマスソングだもん、降ってると思う。 あの入り高いね、チュチュレーンって雪降ってそう。まあ分かんないわ。もう私きっと君が来ないしか頭の中に流れてないから。達郎ね、達郎ね。じゃあもう一回聞くべ、3秒バージョンで、うんうん、いくよ。イントロドン。ちょっとこれあれだろう、ちょっと全然分かんない、古いだろう、違う、うんうん、ね、ちょっと古い感、ちょっと古い感じの曲だから、ちょっと古いから達郎。ちょっと古いから、ちょっと古いから達郎。お前達郎のなんだよ。お前ら達郎のなんなんだよ。え、達郎の曲なの？達郎、ほら達郎じゃん。達郎だ。ほら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 。え、何？クリスマスイブが。クリスマスイブ？クリスマスイブ。あって、あ、当てたじゃん。え、あ、当てちゃった。え、そういうコーナーだよ。雪が降ってるかもしれないみたいな雰囲気から当てちゃった。一応5秒も聞く。5秒も聞く？いいよいいよ。イントロドン。ああ、もう浩平くんがしてるとこに今たどり着きました。こんな入りなの？俺今回一個も当てられないかもしれない。てか正直あのきっと君は来ないしか分かんない、までしか分かんない。ああってなったの？なんかこんな感じじゃなかったっけ。ってことで何？山下達郎さんで、山下達郎さんでクリスマスイブ。あ、もう終わった。今回全曲とりあえずあの、そう、それでいこうと思ってたから1曲目できちゃったからもう終わった。私の仕事終わったよ。、うん、まだまだあと5曲ぐらいあるからの。じゃあ2曲目はポップだと信じよう。ポップなクリスマスソングってなんだろう。じゃあ2曲目平気っすか、言っていいっすか。じゃあ行きますね。うん、お願いします。はい、イントロドン。あ、なんか賛美歌じみた入りだよ。これはきっと女性歌手だよ。おお、え、ちょっと今日栗原の勘だけがさえ渡ってる。二択じゃない。違う違うじゃん、二択だとしてもよ。ここあのなんかね、賛美歌じみた綺麗な感じがきっと女性の曲だってとこまでたどり着くのがすごいんじゃん。浩平君の中でじみたって表現やめろみたいな。じゃあじゃあじゃあ二回目聞くわ、全然わかんないから。じゃあイントロドン。クリスマスが今年もやってくる。違う、やってこない。まあ、まだやってこない。まあ2週間前だもん、ね、もう当てられないお前にやってこない。方角、方角、方角ではある。何だろう、クリスマスソングわかんない。ルールルール。まあまあまあ5秒聞くしかないよ俺らは。うん、だって当てられないも聞くしかない。イントロドン。終わり？伸びた？うーうーがついたよ。え、うーからうーうーがプラスされたよ。え、全然わかんない。え、女性歌手？え、古いの？これ歌ってる人ってさ、その歌手？今うーやってる人。コーラスかもしれない。別の人かもしれない。
じゃあもうヒントないじゃん、うん、いやイントロドンに歌手の声が入ってることの方がおかしいだろう。そうそうか、それもそうだな。え、新しい古いちょっと古いちょっと古いぐらいだって。古くはないよ。へえ、全然わからん。今回ダメだ、そんなに古くはない。1900。うん、いいよ。では分からないようですので正解を発表したいと思います。ジュディ&マリーでクリスマス。あー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 、なるほどな。え、ごめん、ああにもならない。あ、え、待って、サビ。あ、サビ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 、まさかのそんなに有名じゃない曲をね。あ、そうなんだ。そんなに有名じゃない曲なんだ。有名ではない。ジュディ・マリーという名前だけ知ってるけど、ジュディ・マリーが何なのかいまいち。なんたらメリークリスマスってやつでしょ。なんたらメリークリスマス。We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 新年明けちゃったよ。あと2週間後って言ってんだろ、クリスマス。いや、クリスマスだってこれ多分1曲、あ、私たちはさ、私と浩平君は1曲当てたから、もう2週間後にクリスマス来ますけど。え、お前、当てたのあれ。ね。お前知ってる単語繰り返してただけじゃん。な。ボットじゃん。いや、私はほぼ当てたようなものだから、クリスマス来ちゃうけど。オレンジサンシャインに入ってたやつだ。アルバム曲だよね、これ。なんでわざわざアルバム曲なの？アルバム収録曲なの？うん。じゃあ知らんよ。ごめん。ジュディ・マリファンのみんなには悪いけど、アルバム収録曲は抑えてないわ。ジュディ・マリってあれでしょ？ルローニケンシのイメージしかないの。そばかすとか。なんかこの番組たびたびジュディ&マリを流してる気がするんだけど。そうなの？まあまあ、初遭遇だよ。ジュディ・マリ。3曲目いこう。3曲目いこう。イントロドン！あ、なんか全部雪降ってない？だってお前冬だもん。まあクリスマスだからね。なんかお前ホワイトクリスマスかよ。ホワイトじゃないクリスマスどっちがいいよ。何ブラックとかってこと？え、何どういうこと？だからクリスマスを楽しむにあたって雪が降ってるのと降ってないのはだいぶ違うだろ。あ、もう沖縄のあれだからあれだからね、幻想みたいなもんだからね。雪降ったクリスマスって大阪だって幻想だよ。雪積もんねえよ。雪が降っただけで。でもだからみんな身近じゃないからこそ雪降ったクリスマスを感じたいから余計に曲の中で降らすんだよ。ああ、そういうことです。夢を描いたのこれか。そういうことで3秒に行きましょう。イントロドン。あ、さっきと一緒じゃない？切れ目。3秒は3秒だ。3秒。まあ、でも3秒で分からなかった私たちには5秒流すしかない。ちゃん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 。でもね、言っていい、うん、なんかイントロドン経験者からして、うん、同じ小説が繰り返される気がするな、5秒目も。ああ、もうリピート1秒みたいな。ちゃんちゃんちゃんで5秒間終わるな、多分な。まあ、聞くだけ、まあ、その茶番を楽しんでこう。聞くだけ聞いてやるよ。イントロドン。ほら。あ、ほら。え、じゃあもう分かる。年代いつ？いつ？最近です。2010何年。あ、じゃあ分からんわ。世界の終わり。え、待って、何だっけ。ああ、世界の終わりってなんかなかった。なんかスノーファンタジーみたいなやつ。いや、な、セカワではない気がする。ちゃん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 。待って待って、グループ単体？グループです。グループ。あ、じゃあもう世界の終わり。アイドルですか？ではないです。ではないです。バンドでこんなちゃんちゃかちゃんちゃん。ちゃんちゃかちゃんちゃん。喧嘩売ってんの？コウメ太夫じゃん。コウメ太夫。まあ白いけどね。ホワイトだけどね。全然売ってないけど。わかんないんだもん。じゃあわかんないから答え聞こう。待って、今日全部答え聞いて終わるんじゃないのかな。はい。わかんない。答え何？正解発表いきます。うん、正解はバックナンバーでクリスマスソング。わ、ね、からんわ。分かった。あのね、これね、絶対ね、今回全部タイトルクリスマスって入ってくれよ。あいつはね、メディア語の中でクリスマスって多分調べただけで、なんか察しがついた。そうでしょ。ジュディ&マリのクリスマスとか知ってるわけがないもん。え、バックナンバー、あ、うん、そう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 。あ、でもここのフレーズは、あの、小耳に挟んだことがある。とりあえずミキサーのひやくんは部のパソコンの中に入っている音楽たくさん入れる何 iTunes みたいな感じのメディアゴーっていうのが入ってるんですけど、その検索機能でクリスマスと打って出た曲を片っ端からやってるようなので、おそらくタイトルは全部クリスマス入ってる。え、じゃあセカオはないじゃん。あ、ピンポンだって。ほら、とりあえずクリスマスなんたらって言ってれば当たってくるよこれ。え、じゃあもうクリスマスソングって言えばいいのか。割と2回連続クリスマスソングだし、クリスマスなんちゃらっつってツリーとかね。
なんかそんな感じで。じゃあもう行こうよ。もう行こうよ。なんか方向性決まってきたし。4曲目行こうや。じゃあ行きまーす。イントロドン。あ、なんかチャランダン、あれだ、何、女性歌手だろこれ、ね、男じゃない、お、男、まず、うん、うん、あ、男なんだ、男なんだって、分かった、多分、あ、じゃあでもなんか俺も分かる可能性があるから3秒聞きたい、いきますよ、いくよ、3秒、イントロドン、うん、え、もうなんか絶対古いでしょ、うん、まあ小梅君が分かってるからね。ナウクはないよ。だってナウさ感じないもん。ディスってるわけじゃないよ、うん、純粋に曲の流行りがね、今の流行りの曲調してないよねっていう。まあまあまあ、え、答えていい、うん、コウヘイ君かな、クリスマスキャロルの頃にはタイトル聞いたことある、クリスマスキャロルが稲垣純一。お前さっきのなんかえ、稲垣純一の、うん、うん、あー、もう早速さっきタカピが言っちゃったフレーズが来てしまったよ。聞いたことあるね。これいい曲なんですよ。おう、うん、おう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 。キャロルって何？キャロルって何？キャロルって何？キャロル、キャロルってググレカス、あれじゃないの、なんかみんなキャロルわかんねえのかよ。なんかそういうおじいさんが言ったんじゃなかったっけ、キャロル、それはクリスマスキャロルっていうお話、キャロル、キャロルって昔矢沢永吉がバンドでやってたよね、キャロルっていうバンド。あー、じゃあもう矢沢永ちゃんに聞くしかない。いや、矢沢ファンに。じゃあ後で矢沢ファンにキャロルしかないから、うん、4曲目キャロルしかないってなんだよ、どうしかする。5曲目行こうか、うん、イントロドン、流れた、今え、嘘だ。え、今だ。息吸ったんでしょ、はい、でしょ、息吸っただけでしょ。じゃあもう何もないじゃん。何もないじゃん。じゃあ3秒いこうか。いい、イントロドン。テンテンテン。和風亭？和風亭。和風亭？和風亭に行くのか？こ、あ、キャロルって音楽のなんか種類っぽいよ。へぇ。こんなラジオで今しマスターみたいな感じで、キャロ音楽形式の一つだね、アリアみたいな感じか、ああそういうことか、じゃあこもう一回5秒バージョンでイントロドン。絶対知らない、絶対知らない、絶対私知らない、多くクリスマスだっつってんだろうが、もうリアリーイコールオークみたいな感じじゃなかったじゃあふすまがシューって開いてチャンチャンチャンでしょ、なんか、ね、すごい人が着物着た人がスーンでピンポンって何言えんな、着物着た人が入ってくる曲じゃあ何のピンポンなの、とりあえずクリスクリスマス何かなんでしょ、答え合わせするしかないよ、もう、うん、ほら、うん、はよう、何はよう、 AKB48 でクリスマスイブに泣かないようにですね、知らない知らない、 AKB48 抑えてないんだよな、最近の曲ですか、いやえ、あの俺らがアイドルを抑えてないのが悪いんだけど、これは何ナウイやつ、有名なやつなの、知名度すら知らない、 AKB 的には有名でしょ、あ AKB ファン的にはタイトルなんだっけ、クリスマスイブに泣かないように、クリスマスイブ、クリスマスイブに泣かないようにあちゃって、あまあちょっと時間も押してきたところでね、6曲目は挑戦せずにこのクリスマスなんちゃらの5択から選んでいこうと思うんですけど、時間がないからね、時間がないの、6曲目いかねえんだ、いかねえ、時間的にね、クリスマスなんだったんだよ結局、6曲目はよ、6曲目は、うん、6曲目なんですけど、うん、うん、なんだよ、ハッピークリスマスです、やっぱり絶対今入れてきそうあじゃあ今回選ぶ、ハッピークリスマスもジョン・レノンじゃん、ジョン・レノン、あ、ジョン・レノンか、ジョン・レノンのハッピークリスマスね、とりあえずもう私に分かる曲が1曲目しかない、俺1曲も分かんない、え、だからここら知ってるじゃん、1曲目はさ、じゃあ今回流す曲が山下達郎さんのクリスマスイブ、うん、ジュディ&マリーのクリスマスソング、うん、バックナンバーのクリスマスソング、うん、稲垣潤一でクリスマスキャロルが流れる頃には、うん、AKB48 でクリスマスイブへ、うん、いやすごいクリスマスイブ、お前が選んだお前のせいだろクリスマスイブに泣かないように AKB48 でジョン・レノンでハッピークリスマス、この中から選びますか、どれがいい、
流れてないの流す。あ、びっくりします。一番最後作っちゃったし。そうだね。作っちゃったしっていうのもなんだけど、うん、じゃあ一番最後の曲、最後、じゃあ今回2曲目に流しますのはジョン・レノンでハッピークリスマスです。どうぞ。入ってる、入ってる。ツイキャス入りました。はい、キャロルって歌なんですって。なんかこのクリスマスに流れる歌。リスナーさんに、リスナーさんがわざわざググってまで私たちに教えてくれるという。本当ありがとう。ひどいありさまで。いやでもなんかパーソナリティと身近なラジオみたいな感じで的な。と、もう言うとけや。あ、もう言うとけや。クリスマス、クリスマスか。今年どうしますか。今年どうしますか。なんかラジオです。バイズです。あ、そうだ、25クリスマスラブラジするんですよ、はい、日曜っすからね。うん、ラジオっすよ。宣伝したらどうすか。パーソナリティ、ちょうど私と、いや今ツイキャスの方にしか宣伝できない。宣伝どうすか。宣伝、はい、で私と浩平くんがここにあのタカピーチェンジセーラさんいいんで、うん、ね、マシアウトでね。はい、25日のラブラジオをお送りさせていただきますので、ぜひぜひ、いろいろやるんで、いろいろやるんで、なんか12月25日もラジオかみたいな感じの反応だったけど、うん、部の中の反応でね、うん、割とみんな空いてたから、それはおめえ暇人の集まりが放送部だ。放送部がおめえ、25日に予定入るわけないやろが。いやでも25日に予定入ってる人間の予定聞いてみ、バイトやぞ。でもなんか大学楽しいみたいな話を入りでして、俺らなんかサークルで生きてるからさみたいな言った後、本当にクリスマスまでサークルに捧げてたら、おうってなるんじゃない。楽しいからいいじゃん。楽しいからいいじゃん。まあ俺もなんか裏で動くからね。そう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 、タカピーム上出演陣でもあるからね、うん、パーソナリティとしては入ってこないけれど、そうそう、パーソナリティではないけど、うん、なんか、うん、なんか企画的には出るから。うん、エンディングはそのまま塗るといます。はい、はいよ。え、曲最初流れてからでしょ。うん、曲い、ああでも割と曲入ってすぐ喋ってるで、いつもつれーつれー。いや、なんか頭が弱い。でも本当にチュ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 みたいな曲。あ、結構ある。まだある。ハッピークリスマス、ハッピークリスマスみたいな。俺がどっこら、うん、あ、え、もうマイク上がってるんですか。え、上がってるでしょ。はい、うん、あ、はいはいはい、そんな感じで、あ、1時間という間ですね。お送りしてきたんですけれども、うん、はい、で大丈夫だったのかなっていう大暴走感があったけど、一末の不安。いや、何よりもお前、あのイントロとのテーマクリスマスってな、クリスマスってタイトルが入ってることで縛ったわけではないんや。うん、分かってんのか、分かってんのか、ほら。どんだけめんどくさかったの。あ、後で言っとくけど、ひざまずきだから。本当に。俺、反省会分かってんやろな。いつもラジオアート反省会するけど、お日や、お前、土下座やからな。聞きたいことあるんだけど、知ってる曲全部。全部ではない。ほら、知らない曲選ぶってどういうことだよ。お前、おこだよ。コヘ君、激おこのプンプン丸だわ。あとでコヘ君のおこがぶつけられるからね、ちょっと覚悟しといて、ね。覚えてろよ。まあ、そんな感じで、自分は置いといて、置いといて、曲中も、ツイキャスの方で軽く、
宣伝したんですけど、宣伝したんですけど、私たち、25日も、うん、3時からここでラブラジやってるんですけれども、12月25日、ちょうどぴったりそう、うん、クリスマスということで、私たち、クリスマスプレゼント企画を、はい、はい、やるんすよ。やるんすよ。やりますね。ちょっと、はい、プレゼントの内容も言っていいやつ？うん、言っていいやつ。なんか、放送サークルって、はい、いろいろ活動してて、うん、燻製チキン作るんですよ。燻製するんですよ。一斗缶で燻製機作って燻製してるんですよ。で、うん、今回せっかくのクリスマスですし、うん、今まで聞いてくれるリスナーの方にお礼がしたいみたいな感じで燻製チキンをプレゼントしたいと思います。で、イエーイ、なんかイエーイ、クリスマスチキン。応募方法が名前と住所、電話番号と、でクリスマスのエピソードを書いていただけると番組でなんかおはがき紹介みたいなのができるから、私たちは4月からずっと言っておりました、はがきお便り、そう、お便りになるラジオがして、お便りしてからクリスマスエピソードを一つ書いていただければなと思います、うん、宛先が studiorub@gmail.com、 スタジオラブ @gmail.com に、と、はい、燻製チキンと件名をつけてね、はい、お待ちしております、お待ちしております、はい、ぜひとも私たちは皆様に燻製チキンというプレゼントを差し上げますので、皆様私たちに最後にお便りを読む放送ください。お便りをくれ、お便りのプレゼントね。そうお便りをする放送をプレゼントしてください。誕生日プレゼントに、誕生日プレゼントクリスマスプレゼントに豪華なハガキをくれくれ、俺サンタさんとしてチキンあげるから。タカピーは実際に生放送中 にお届けに参る予定なんですよ。お宅の方に。でそこのサンタさん役がタカピーで、やほ、タカピーに会えます。タカピーに会えるよ。つまりタカピーに会えます。超かわいいよ。ごめん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 、なんか今ちょっと罪悪感に耐えきれなくなったタカピー。心がごくげっつってごめんごめんごめん、出したことない音出したから。タカピーファンいたらメールちょうだいね。ファンの方はできる限り、それはちょっとってツイキャスが来たからこいつ絶対忘れない。アカウント名覚えられてしまったよ、このなんかツイッターに。ツイッターってことで、名前と住所、電話番号、クリスマスのエピソードを書いて、うん、スタジオラブ @gmail.com までおはがきお願いします。はい、はい、ってことで今回のラジオ終わりですが、うん、来週は何するんですか？うん、来週はその燻製チキンを作る会です。イエーイ。何その作ってワクワクみたいな。私と翔太郎くんが、1年生の翔太郎くんがパーソナリティなんですけど、はい、まあ、実際に私たちちゃんと安全に作ってるよっていうのも含めて、含めてですよ。怪しい、怪しい、合法手段、怪しい燻製ではないですよ。ちゃんと火通ってるよ。そう私たち、だって試食するよ、多分出来上がったら。ちゃんと食べて、あ、いけますねってところまで確認する回を流すから。もちろん、ここでやりません。そうだよね。そらない。FM ギノワに恨みはないからね。FM ギノワさんを燻製の匂いにしてしまうので、しないですけど、そうね、サークル島の近くの方で、まあ、できたらいいなと思って。収録放送になるんですよね。はい、うん。収録したの流すよ。そうね。それでクリスマス燻製チキンを作ってるっていうことで、うん、それでぜひともこのハガキ送りたい欲をかきたてることができればな、うんうん、来週のハガキクレークレーしますからよろしくお願いします。まあ、それは久喜原由衣が燻製チキンをうまそうに作ることによってってわけですからね。じゃあ私 の食レポ力にかかってるわけね。食いてえて、うん、任せなさい。そうそうそう、みんながなるように。わかりました、来週も頑張ります。はい、ってことで、はい、そんな感じで、はい、今週もなんだろう、今週すごいはちゃめちゃ回だったね。お送りしてきましたよ。楽しかったやろ。楽しかった、うん、はい、はいはい、担当、はい、担当はい、今週のパーソナリティは私、久喜原由衣と前城隆博と、私比嘉光平です。お送りしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。え、超楽しい。ビリヤできそうか。あ、そういうことか。あ、そっち。ビリヤできるテンションか今。せやな、なんかこれ収録終わったらセイラさんとビリヤード行って夕飯に寿司行く予定だから。うん、ごめんなツイキャスのみんな。何？俺らちょっとイチャイチャしてくるわ。ウェイだよこれ。これがウェイだよ。ウェイなの？サークルウェイだから。サークルウェイサンクスだから。
サークルウィーソング。はい、放送を終わりなさい、はい、バイバイ、ありがとうございました。来週も見てください。お疲れ様です。あー疲れた。あー疲れた。いや言うて割と楽しかった。サークルウェイなんだっけな。サークルウェイなんだっけ。サークルウェイでありがとうみんなってことじゃん。サークルがなければ俺たちウェイもできたかったよ。あー面白かった。だからあなたとコンビニってことだよ。おー、ファミリーマートだよ。うまいけどそいつはファミリーマートだ。いやだってなんかあれも合併したよ。合併したよ。サークルウェイサンクスはファミリーマートとの合併したやコンビニ。ついてなかったですか。友達につけたんですけど。